松雪は海上自衛隊の護衛艦。初雪型護衛艦の9番艦。艦名は松に降り積もる雪に由来する。なお艦艇名としては旧海軍通して初の命名である。2020年12月現在、護衛艦席にある中では最後の初雪型護衛艦となっている。松雪は 中期業務見積もりに基づく昭和56年度計画2900トン護衛艦2218号艦として、石川島張間重工業東京第一工場で1983年4月7日に寄港され、1984年10月25日に浸水、1986年3月19日に収益し、同日付で、 第2護衛隊軍令下に新編された第44護衛隊に山行きと共に編入され、呉に配備された。1985年8月13日午後、相模湾での収益前の大焼け試み中の際、前日に正規した日本航空123便墜落事故で、事故発生時に事故機から離脱し、海上に落下した事故機の垂直尾翼を偶然発見し、回収。 自己原因解明に大きく寄与した。これに関係し、いわゆる陰謀説として本館が同期を撃墜したとの論説があるが、搭載武器射程等諸般の関係上不可能な位置関係であったことが、当時の試験解明とフライトデータレコーダー諸言から証明されている。1987年、遠洋練習公開に参加。 1989年7月20日から7月27日、護衛艦、山行きともに、米海軍ミサイル巡洋艦、スタレット等との日米市艦候補正交換訓練に参加する。1992年、艦隊平洋合同演習に参加。1997年3月24日、台番号の改正により、第44護衛隊が第2護衛隊に解消。 1997年、遠洋練習公開に参加。その途上の8月29日、対空射撃訓練中に 76mm 炭装砲が暴発、訓練団により、時間の監視に、波行が生じた。原因は業者による、部品加工不良と取り付け間違いと判明した。1998年3月20日、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入。 2002年4月20日から遠洋練習公開に参加。練習艦、鹿島等と共に、東京出港後、アメリカ、カナダ、メキシコ、パナマ、ドミニカ共和国、グアテマラの6カ国重機構地を歴訪する。2003年3月13日、クレチ包帯第22護衛隊に編入。2008年2月22日から3月21日まで護衛艦。 山行き等と共に、概要練習公開部隊を編成して、江田島湾出港後、東南アジア各地を巡航する。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第22護衛隊が第12護衛隊に改称され、護衛艦隊令下に編成がえ、2010年3月15日、護衛艦隊第14護衛隊に編入され、 低傾向が呉から舞鶴に転籍。2012年4月15日午前9時に大港基地出港後、午前11時5分頃、道の区湾の夏白半島の北北東約8キロの海上で大港基地から出港した鹿島、島、雪、松雪三隻の練習艦隊目送りのため、低空を展示飛行中だった海上自衛隊第21航空軍。 第25航空隊の紹介フェリー SH-60J が、松雪の左舷格納庫側壁にメインローターを接触させ、墜落した。この事故で、宮永正彦三佐が殉職、松雪も左舷格納庫の側壁を損傷し、実習幹部を鹿島に移常させた後、修理のため一時練習艦隊を離れたが、2週間ほどで修理を済ませ再度練習艦隊に合流した。 2016年1月15日から3月2日までの間、インド海軍主催国際観艦,艦式及び日、米豪共同海外巡航訓練に参加した。現在は護衛艦隊第14護衛隊に所属して傾向はマイズルである。ありがとうございます。